雪の積もった三瀬峠福岡側から三瀬峠へ至る道三瀬峠は福岡県福岡市沢楽区と佐賀県佐賀市との境にある峠。福岡市と佐賀市を最短ルートで結ぶ主要幹線道路国道263号の一部である。標高581メートル。セフリ山地に属する峠で、井出間五六の随筆、日本百名峠でも紹介されている。 峠の頂上では、セフリ山地の尾根沿いに続く、九州自然歩道と交差している。車線こそに車線であるが、急カーブが連続する区間であるため、通行には最新の注意が必要である。冬場の積雪、路面凍結による交通規制や急カーブ、急勾配を解消するため、1986年にサンゼトンネル有料道路が建設された。また、2008年には、 九州最大規模という直径、約200メートルのループ橋が開通した。峠北部に位置する福岡市西屈線寺を起点とした場合、途中で糸島峠を挟み、水平距離計算で16.0キロメートルの地点に当たり、平均点六パーは3.6%、標高差は574メートル。福岡市沢楽内野から計算すると水平距離にして9.1キロメートルの、 地点にあたり、平均斜度は5.4%、標高差は490メートルである。峠南部の三世トンネルとの分岐点から記算すると、水平距離にして2.2キロメートルの地点にあたり、平均斜度は7.1%、標高差は158メートルである。1874年に起こった佐賀の乱において、 朝倉直岳率いる佐賀軍と山田昭義率いる政府の鎮圧隊が相対した。朝倉直岳は貨幣ながらも優先し、寄せての山田昭義に、ここの佐賀兵を指揮しているのは、おそらく朝倉直岳に違いないと言わしめた。ありがとうございます。